Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。本日のフランス語の動画では、grand という形容詞と gros という形容詞の違いについて話していこうかなと思います。この grand と gros という二つの言葉は、フランス語で大きいものを表現するときに使われる形容詞です。でも、場合によって、ペギーとかは、grand と言ったり、gros と言ったりして使い分けています。で、今回は、まあ、以前視聴者の方から、grand と gros というのはどのように使い分けるのかという質問をいただいたので、まあ、ペギーの考えをもとに、今回は説明していこうと思います。で、ちなみにですけど、今回のこの内容というのは、まあなかなかネット上で探しても、あとは辞書とかで探しても、まあ納得いくようなことは書いていなかったので、まあ結構ね、ペギーの主観とか、まあ勝手な意見が強く入っている内容になります。まああくまでペギーはどうやってこのグランとグローを使い分けているのか、この感覚を今回は紹介していこうと思います。人によっては、もしかしては変わるかもしれません。まずは、grand。grand というのは、まあそもそも形容詞で、で直訳すると、単純に大きいという意味になります。で、大きいというのは、まあいろいろな意味があって、で、例えば、重大なという意味の大きいとか、広いという意味の大きいとか、まあいろいろな意味があるんですけど、今回は gros との比較ということで、この広いという意味の大きいに着目して紹介していきます。で、この grand というのは、同じ大きいという意味でも、今言ったように、広いとか、まあ広大なという意味で使われることが多いです。で、どうやって gros と使い分ければいいのか。これは完全にペギーの感覚ですけど、こう両手を使って、こんなに大きいんだよとか、こんなに長いんだよ、こんなにこの幅が広いんだよと、こう両手を使って話せる言葉、話せるものに対しては、grand とか grande を使うような感じです。なので、単純に大きいとかだけではなくて、こんなに広いんだよとか、こんなに長いんだよとか、そういうものにも使えます。一緒に例文を見ていきますと、Ce pont est très grand. この橋はとても大きい。この très grand というのは、この橋が大きいので、長いという可能性もありますし、あとは、もう長さもですけど、幅も広い。なので、もう本当に、すごく大きな橋というときに、ce pont est très grand と言います。ce pont est très gros というのも別に言えなくはないんですけど、まあ、後ほど gros というのはどういうときに使うのか、これを後で話します。この橋はとっても大きい。例えば、まあわからないですけど、どんな橋がありますかね。例えば、まあ、お台場のレインボーブリッジみたいな、この横幅も大きくて、で、サイズ感的に大きなものについては、grand という形容詞を使います。あとは、例えば、la voiture de Peggico n'est pas très grande。la voiture de Peggico というのは、ペギコちゃんの車。n'est pas très grande はあまり大きくありません。これは何が言いたいかというと、まあ、ペギコちゃんの車はあまり大きくありません。つまり、こう中に乗った状態で見ると、まあ、ちょっと狭いとか、あまり広くないという時に、ま、voiture de Peggico n'est pas très grande と言います。これもどちらかというと、このサイズの話ですね。このコンパクトな車なので、大きくない。場所があまりないという意味の大きくない。これを n'est pas très grande と言います。他にも、Peggy est très grand という時には、Peggy はとても大きいです。
という意味になります。で、この大きいですというのは、さっき言ったように、こう、両手を使ってこんなに大きいんだよという意味で表現するので、どちらかというと、この身長について話すことが多いですね。ペギーはとても大きいですというのは、ペギーはとても背が高いですという意味になります。もちろん横幅が大きいとかそういうのもあるんですけど、それはこの後すぐに見ていく語の方が多く使われます。の大きいですというのは、まあ、こんなにこう背が高いんだよみたいな感じで、こう腕を上げて表現するようなイメージです。では続いて、ゴロ。女性系では、ゴロス。これはどういう意味なのでしょうか。まあ今回のこのゴロというのも、まあ本来はね、太いという意味で辞書では載っていることが多いですけど、今回はグランとゴロの違いということで、大きいという意味でのゴロについて着目していきます。このゴロという言葉も、さっきのグランと同じように大きいという意味で使われることがあります。でも、このグロというのはサイズ感的に大きいというイメージよりは、ペギーとしては重い、この重量感があるとか、あとはボリュームがあるという意味で使うことが多いです。なので、まあ、イメージで表すと、さっきはこう、両手を広げて、こんなに大きいんだよってことを言いましたね。で、こんなに大きいんだよというのは、別に中が空洞であったりしてもいいです。で、今回はどちらかというと、重量感とかボリュームの話なので、こう、ぶっといものであったり、ごついものとか、ちょっとこのずっしりした感覚を抱くときに使います。で、難しいのが、比較対象のもの、が何かによっていろいろ変わってきたりします。例文を見ていきますと、Cette fraise est très grosse. Cette fraise est très grosse というのは、このイチゴはとても大きい、ボリューミーという意味になります。で、このイチゴというのは、まあ、所詮この手のひらに乗せる程度、まあ、手のひらに乗ってもまあすごく小さいですよね。なので、いちごがとても大きいというのは、cette fraise est très grande というのは、ちょっと不自然な感覚になります。なぜなら、こう両手を広げてこんなに大きいとは表現しないですよね。でも、それでも他のいちごと比べると、なんかこのいちごはずっしりしているとか、ちょっとこのいちごはちょっと、まあ、ボリュームもあるし、ちょっと重い。みたいな時に、cette fraise est très grosse と言います。つまり、まあ、比較対象というのが、別に例えば、まあ、ペギー自身と比較してしまうと、イチゴは小さく見えるんですけど、他のイチゴと比べて、このイチゴは、ちょっとごついとか、ちょっと重そうだって時には、grosse を使います。他にも、例えば、ペギコ possède une grosse moto. ペギコは大きなバイクを所持しています。大きなバイクを所有しています。こういう時にも、ゴを使います。先ほどは車の話で、la voiture de ペギコ、ペギコちゃんの車は、n'est pas très grosse。まあ、n'est pas très grande だったか。n'est pas très grande と言ってました。n'est pas très grande という時には、まあ、サイズ的にそんなに大きくない。つまり、まあ、中がちょっと狭いとか、コンパクトな時に使います。で逆に、今回のように、グロスモトとか、ラ・ヴォアチュア・ド・ペギコネ・パトレ・グロスって言うと、そこまで、ごつくない。例えば、駐車場に止める時に、こう、幅とか場所とか取って、こう、バンってなるんじゃなくて、まあ、ちゃんと小さいんですよって時に、ネ・パトレ・グロス。で、une grosse motoっていうと、まあ、イメージしやすいかもしれないですけど、まあ、スクーターとかではなくて、もう、ハーレーみたいな感じの、もう、すごくでかい、ちょっとごつい感じのバイクが、une grosse motoになります。で、une grande motoって言っても別に、そこまで、問題はないんですけど、まあ、どちらからというと、まあ、バイクとかね、大きなバイクというのは、サイズ的にこんなに大きいんだよってこう両手を広げて表すというよりは、
重量感、パワフルな感じのイメージが強いですよね。なので、グランドではなくて、グロスの方がペギーとしては好みです。で、他にも最後、こう人とかに使うとき、ペギー、エトレグロというとどういう意味になるかというと、まあ先ほどはトレグランだったので、こんなに大きいんだよと、こう手で、まあ身長を表したりするときに使います。そのときは、まあ背が高いです。大きいです。という意味でした。でも今回は、エトレグロで、グロというのはまあボリューミーとか重い、ちょっとずっしりしたイメージなので、これは同じとても大きいです。ではあるんですけど、どちらかというと、まあ太いとか重い、要は太っているという意味になってしまいます。で場合によっては、グランとかグロ、まあ人の感覚とか、あとは比較対象が何かによって、伝えたい内容がどちらかによって、グランもグロも使えることがあります。例えば、船について話すときには、un grand bateau ということもできますし、un gros bateau ということもできます。で、何が違うかというと、まあ別に話の内容によっては同じ意味であることもあるんですけど、ペギーとしては、un grand bateau としてこうイメージするのは、もう本当に広い、場所がすごく広くて、長さもあって、で、幅も広くて、で、普通の例えばヨットとかと比べると、この船はものすごくでかいという時には un grand bateau となります。広大なという言葉が適しているのかわからないですけど、こう船のスペースがすごく広いというのが un grand bateau で、un gros bateau というと印象的にはまあ同じ意味にとらわれるかもしれないですけど、ペギーとしてはこの重量感がすごい。例えば今回のこのイラストに載ってるんですけど、un grand bateau の方は、こう、乗っている場所は広いんですけど、un gros bateau というのは、例えば2階建て、3階建てで、まあ、よりコンパクトでいろんな人が乗れるんですけど、こう、重量感がずっしりしているような船。こんな違いを、ペギーは抱きます。そして最後に、まあ、先ほど人に対して使ったグランとグロもありましたけど、まあ、どちらかというと、まあ、皆様もすでにご存知の方が多いと思いますけど、人に対してグランというのは使っていいです。une grande personne というと、まあ、背が高い人。まあ、もしくは、有名人とか、この人は天才だとかなんか偉大な人に対しても、une grande personne として使ったりすることが可能です。でも、une grosse personne というと、ちょっとずっしりしたイメージとか重量感のイメージが強くなってしまうので、どちらかというと、まあ、太っている人というイメージになってしまいます。なので、人に対しては、une grosse personne というよりは、まあ、une grande personne といった方がいいのかなと思います。まあ同じ、例えばお相撲さんみたいな、ちょっとこう、ボリューミーな方の話をするときにも、une grosse personne というと、もう本当に太っている人になるんですけど、une grande personne だと、全く同じ人について話していても、まあ、ちょっとネガティブな印象は薄れますね。une grande というと、もう本当に大きな人。grosse というと、まあ太っている人になります。それでは今回もクイズをやっていこうかなと思います。せっかくグランとグロの違いについて、まあくまでペギーの感覚ですけど話してきたので、今回はどちらの言葉が正しいのか考えてみましょう。地球は大きいというのは、La Terre est grande なのか、La Terre est grosse なのか、どっちでしょうか？今回は、La Terre est grande とペギーなら言います。もちろんね、これはさっき言ったように何を考えているかによって変わってきます。例えば、月、La Lune と比較して、La Terre はどのぐらいかっていうときに、この重量感の方
まあ、あくまでこの球体の重量感として地球の方がバーンってボリュームもあるし大きいという考えで話すのであれば、La Terre est plus grosse que la Lune ということも可能です。でも、まあ、今回地球は大きいというのは、まあ、スペースが広いというか、こう、まあ、表面的な広さとかいうのの話の方がペギーとしてはね、連想しやすいので、La Terre est grande、地球は広いという意味の地球は大きい。なので、grande にしました。では続いて、この大きなテーブルには、大きなテーブルクロスが必要です。これを表現するときに、この大きなテーブルの大きなの部分、そして大きなテーブルクロスの大きなの部分、この二つの大きなという形容詞は、gros なのか grand なのか、どちらでしょうか。Il faudrait une 何々 nappe pour cette 何々 table。まあこれも人の感覚によっていろいろと変わると思いますけど、ペギーなら、Il faudrait une grande nappe pour cette grande table。どちらとも grande にします。まずはテーブルクロスの話ですね。テーブルクロスというのは、une nappe とフランス語で言います。で今回は別に、こう、絨毯のように分厚いテーブルクロスで重量感があるテーブルクロスという話ではなくて、あくまで、こう広い、面積が広いテーブルクロスという話なので、gros というよりは、grand。une grande nappe の方がふさわしいと思います。une grosse nappe でもいいんですけど、une grosse nappe だと、まあ、ペギーとしてはさっき言ったように、絨毯のような、ちょっとボリュームというか、分厚い、ちょっと重さがあるテーブルクロスを連想してしまいます。で大抵テーブルクロスというのはそんな、厚みとかは必要ないので、今回は une grande nappe でいいと思います。で、続いてテーブルについて。大きなテーブルというのは何かというと、まあこれも人によって感覚は変わってきますね。ペギーは、まあ今回伝えたかったのは、まあ広いテーブルには、まあ大きなテーブルクロスが必要です。この広いテーブルというのは面積が大きい、つまりサイズが大きい。別にテーブル自体は、何でできててもいいんですよ。プラスチックでもいいですし、まあ木でもいいですし、まあ鉄でもいいんですけど、とりあえず面積が広い。なので、une grande table としています。でも、視聴者の方の中には、une grosse table と言ってしまう方もいるかもしれません。で、これも間違いではないです。ただ、une grosse table というと、まあ、ペギーとして連想するのはもう、丸太のような太い足がついた、まあ大きな、テーブル、重量感がすごく大きい。例えば王様の間にあるようなずっしりとしたテーブル。それを連想します。で今回はまあ別に広いテーブルには広いテーブルクロスが必要ですという話なので、両方ともgrandでいいかなと思います。では続いて、このリンゴは大きくてジューシーです。Ces pommes sont 何々 et juteuses. これは grand なのか gros なのかどちらでしょうか。今回は grosse の方がペギーとしてはふさわしいと思います。このリンゴは大きくてジューシーですという時には、こう両手を広げてこんなに大きなリンゴなんだよというよりは、リンゴ一つのずっしりとした重みとか、ちょっとこのずっしりとした重量感を連想することの方が多いかなと思います。なので、これらのリンゴがもうずっしりとしていて、で、ジューシーなんですよという時には、ces pommes sont grandes et juteuses というよりは、ces pommes sont grosses et juteuses といった方が、まあ、ペギーとしてはイメージが伝わりやすいです。なので今回はこの重量感の方の語法を使いました。続いてペギーには大きな野望があります。まあ野望をどうやって訳せばいいのかなと思ったんですけど、まあ別にアンビションでいいかなと思います。欲望とか野望ですね。でペギー
は大きな野望がありますという時の大きなというのは、Peggy a une 何々 ambition。Peggy possède une 何々 ambition とかでも OK ですね。これは grand なのか grosse なのかどちらでしょうか。まあ、野望とかについて話すときには、この重量感とか重み、まあ、別にストーリーの重みとかそういうのを感じる方もいるかもしれませんけど、ペギーとしては、こう夢の膨らみ方なので、こう心の中で夢がどこまで広がるか、つまりこんなに大きな野望があるんだよと、これも両手をこう広げて伝えることができますよね。こんな大きな夢があるんだよ。こんな大きな野望を抱いてるんだよ。なので、grand の方がふさわしいと思います。Peggy a une grande ambition。人によってはもちろんね、この重い夢、こんなにサイズ感と重量感がある夢を、欲望、野望を抱いてるんだよという意味で、Peggy a une grosse ambition という人もいるかもしれないです。で、grosse ambition というと、Peggy としては、なんかこの重量感、ちょっと重み、みたいなのがあるんで、ちょっとだけ、本当に軽、かすかな感じなんですけど、ちょっとだけネガティブな印象を受けることもあります。要は、その人にとって、この野望というのがあまりにも大きすぎて、まあ、重みがあるので、ちょっとそのプレッシャーみたいな感じも感じる。この背中の上にずしっと野望が乗っているイメージ。Il y a une grosse ambition. で今回は grande ambition というのは、もっとこの広大な心の中の野望みたいな感じなので、ネガティブな印象は消えます。まあ、本当にね、本当に細かいところなので、本当に今は余談ですけど、ペギーの個人的な感覚です。なので、まあ、大きな野望というのは、une grande ambition の grand の方がいいかなと思います。では最後、ボディービルダーは大きな筋肉を見せつけた。ボディービルダーというのは別にボディービルダーでもいいんですけど、キュルチュリストという時もあります。Le culturiste a montré ses 何々 muscles。ミュスクルというのが筋肉。で、今回は大きな筋肉を見せつけた。この大きな筋肉というのは、grand なのか、gros なのか、どちらでしょうか。まあこれも人によって感覚は変わってくると思いますけど、ボディービルダーが見せる筋肉というのは、まあペギーからしてみると、このこんなに大きな筋肉なんだよというサイズ感よりも、ボリュームですよね。こうずしっとした筋肉をこう見せてくるので、グランというよりは、ゴーの方がふさわしいかなと思います。この重量感、この筋肉の重みみたいな、このパワフルな感じがゴーの方が伝わります。ゴーというのはあくまで広いというかこのサイズが大きいという意味ですね。それでは今回のまとめです。今回はゴーとゴーという2つのフランス語で大きいを表す形容詞について見てきました。で、本当に、まあ、ペギーの個人的な感覚とか主観がたくさん入ってしまった動画にはなりますけど、ペギーはどうやってこの grand と gros を使い分けているかと言いますと、grand というのは同じ大きいでも、まあ広いとか長いとか幅が広い、こういう感じのサイズ感を伝えるときに grand というのを使います。で、この時には重量とかこの重みというのはあまり気にしないです。逆に gros とか、グロスという時には、大きいという意味の中に、重い、重量とかそういうのも含まれてきます。なので、まあ、何を最も伝えたいのか、例えば果物について話す時に、リンゴが大きいというのは、何が言いたいのかと。これは多分ね、リンゴというのは大きかったら、まあ、重量感も大きいので、ほら、こんなにずっしりしたリンゴなんだよというので、ゴースポームになります。
でも逆に、例えば、ひらひらしたシャツとか、まあ、スカートとか、まあ、そういう服の話をするときには、un gros t-shirt というよりは、un grand t-shirt。要は、サイズ感が大きいので、別に重量感は T シャツの場合はどうでもいいですよね。なので、そういうときには、un grand t-shirt。そして、場合によっては、例えば、コートとかのときには、毛皮のコートとかは、サイズだけではなくて、まあ、重量感というか、この分厚い感じで、まあ、冬着ても、あったかいというのが伝えたいときには、un gros manteau。そして、ただ単に別にあったかいとか重量感は重要ではなくて、サイズが大きいんだよというときには、un grand manteau。こんな感じで使い分けていけばいいのかなと思います。それでは、今回も merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。